それでは3番目のトラブル可視があるのに修補してもらえないというトラブルです、えー、事案としましては受注者から納品されたソフトを発注者の方で納品から2週間経った後に検査したところを多くの瑕疵が見つかったんですねで、これ直せというような話をして受注者は最初の頃は可視の修補に 無償で対応していたんですが、途中から費用を請求してきたんですね。で、私はその発注者の方から相談を受けまして、本件ちゃんと今後も無償で下肢の修法を請求できますよね？というご質問を受けたんですが、果たして本件で無償での瑕疵の修法を請求できますでしょうか。契約書にはこういった記載がありました。 成果物の検査期間は2週間とする検査期間内に通知がない場合検査に合格したものとみなす検査合格後1年以内に受注者の責めに期すべき自由による瑕疵が発見された場合無償で瑕疵を修補する果たしてこの契約書どうでしょうか実はこの契約書を 発注者にとってはかなりの問題が潜んでいるんですね。まず検索期間が2週間と非常に短いです。ソフトウェアというのは実際にこの稼働をしてみないとなかなか問題なく動くかどうかわかりません。たった納品から2週間で全てのそう瑕疵を発見することは難しいです。しかし本件は検索期間が2週間に。 という短い期間にされちゃっているんですねしかもこれよく見ると検査期間経過後の見なし合格規定が定まっていますこの二番目検査期間内に通知がない場合検査に合格したものと見なすと本件は発注者は納品から二週間経った後に検査した段階でようやく箇所を見つけられて通知を行っています したがってこの契約書ですともう二週間経っちゃっている以上検査合格扱いになっているんですね先ほどからお話をしている通り検査合格後は貸し担保責任が問題になります貸し担保責任は原則として一年間無償で貸しを直してもらえるんですがこの契約書の問題は貸し担保責任が 過失責任に修正されているということですよく見てください検査え検査合格後1年以内に受注者の責めに期すべき自由による過失が発見された場合に無償の過失の修法の義務を定めているんですが法律の原則では過失担保責任は無過失責任ですその過失が受注者の 責、えー、めに行きすべき自由過失があろうがなかろうが責任は負うんですがこの契約書の規定はそれを過失責任に限定しちゃってるんですねそうなると本件仮に受注者の方からもうすでに本件は2週間経っちゃってるからこれは債務不履行ではなく過失担保責任の問題であってしかもこの契約書では貸出担保責任を過失責任に書いていると。 そして今問題となっているバグというのは普通にやっていれば不可否的に発生しちゃうバグだから解説はないとそういった主張をされた時に何も請求できなくなっちゃうそういった事案発注者にとっては非常に不利な状況だったんですねところが発注者の方はそれを分かっていなかったと私の方からはもしこれあの私弁護士が出てきて何か貸し直せるかとかいうふうに言ったら 受注者の方でも弁護士させて,てきて弁護士が向こうに入っちゃったら今言った問題に気づかれて一切家事は対応しないというふうに言われちゃう恐れがあるのでここは私が前面に出るんじゃなくてあくまでも御社の方でお金は払うにせよただもうちょっと安くしてくれないかとそういった価格交渉をした方がいいというふうにアドバイスをしまして。発注者の方でも そういった価格交渉で話を進めたところ本来払うべき金額よりもだいぶ安い金額で貸しを直してもらいました本件発注者の教訓としては検査期間は定めない方がいい方がでしょうそして検査期間経過後のみなし合格規定も定めない方がいいでしょう。そしして貸し担保責任は 法律の原則通り無解質責任にしておいた方がいいでしょうなんかさっきの事例と逆になっちゃいますけれども発注者側の場合は貸し担保責任がたくさん適用できるように制限は取り払っておく必要があります具体的にどんな規定にするかというとこれがその発注者の有利な検査の規定なんですが発注者は本成果物の納入を受けたときは 本成果物が本使用と一致するかについて発注者の定める方法により検査するものとしその検査結果を受注者に書面にて通知するものとするとこれ、えー、検査方法に関して受注者側が定めることができるというふうにしていますし検査の期間も特に定めていません。で2として 全項の検査により本成果物に本使用との一致が確認された場合発注者は受注者に対し全項の書面において検査に合格した旨通知を行うものとするとあくまでも一致が確認できた場合についてだけ合格になりようというふうに書いてます3項で第1項の検査により本成果物に本使用との不一致 バグ論理構造の加護その他不具合以下合わせて歌詞というが確認された場合発注者受注者に対し第1項の書面において検査に不合格となった旨通知を行うものとすると書いてありましてこの歌詞の範囲を単に仕様との不一致に限定するんじゃなくてバグとか論理構造の過去とかもその他不具合 非常に広く定めているんですねしかもこの記載だと検査期間、えーあえー、不合格の通知の内容に具体的かつ合理的な理由を記載することは求められていませんしまた、えー、期間経過後の見なし合格規定もないともうこの規定を使えば発注者はいくらでもまあ何癖をつけてだめ、えーまあ、ですけど 歌詞について文句を言って無償で直すように請求することができるわけです。